今まで見てきたパイレシピの中でこれが一番簡単で早い。今日は逆さまアップルパイを作ります。 Let's make an upside down apple pie。今までいろんなパイのレシピを見てきたんだけど、このレシピは多分一番簡単で早いかもしれない。こんなに簡単なレシピは見たことない。 And the trick to this is to bake everything upside down。 そう、これ全部逆さまにしてオーブンで焼く。トッピングからオーブントレイに乗せて、その上にパイシートを乗せる。蜂蜜を最初に塗ると全部トッピングがちゃんとパイシートにくっつくので、ひっくり返す時には問題ないです。このレシピ最近超ハマってるので、好みで何でも乗せれるから、これは最高。で、今回はフルーツパイを作りたいので We're gonna make an upside down apple pie。 逆さまアップルパイを作りましょう。今回必要な材料はパイシート、リンゴ、ハチミツ、卵とシナモン。OK、 先にオーブンを190度に予熱する。準備しなきゃいけないものはリンゴだけです。ちょっと薄めに切る。真ん中の種を取って、このぐらいの薄さに。これからもうパイを組み合わせる。全部逆さまの順番でやるので、逆さまの順番 We're gonna do everything in reverse order, so we'll start from the topping。 最初は蜂蜜で、その上にリンゴを乗せる。 Just line it up nice。 ちょっと綺麗に重ねていく。フィリングを入れすぎると変な形に焼いちゃうから、入れすぎないように気をつけてね。冷凍に入ってたパイシートをこれを半分に切る。室温に解凍するまでにはまあ10分から15分ぐらいかかるんだけど、ちゃんと解凍したら切れます。大体半分ぐらいに切って、 Using a rolling pin we're gonna spread it out a little bit so that it covers all the filling。 でパイシートを上に乗せる。で、端っこを潰していく。で、同じようにもう一つ作る。今回はちょっとだけシナモンをパイシートを乗せる前に上にかける。パイを焼く前に最後のステップがある。卵、溶き卵をパイシートの上に塗って That will make the pie crust round and crispy and lovely。 ちゃんと全部に塗って Make sure you get it all over。 これでパーフェクトです。焼く時間はオーブンによるので15分から20分ぐらい、またはきつね色になるまでに焼きます。じゃあオーブンに入れましょう。最近このレシピ本当にハマっちゃったので、リンゴだけじゃなくていろんなトッピングを試している。キノコとかハムとかチーズを乗せたりして、本当に何でも好みでできる。はあ、外めっちゃ天気、この後走りに行こうかな。完成です。超美味しそう。見えるかな。いただきます。うん、超サクサクしてて甘くてちょうどいいおやつかデザートだと思う。で、もしオーブンがなかった場合は普通にトースターで焼くこともできる。
It's so simple and so good. シナモンもちょっとつけるともうちょっと深い味が出てくるのでそれもおすすめです。パッとおやつとしてパイを作りたかったらこのレシピは一番早いと思う。これよりも簡単なレシピがあったら教えてください。That was the upside down apple pie recipe. こういうレシピもっと見たかったら Hungry Husky のチャンネルに登録してください。あとコメントといいねも忘れないでね。 I'll see you in the next one. I can't stop eating it. すごいこぼしてる。